はい、いつもありがとうございます。タイガー8さんからご依頼です。はい、モザイクのラリーですね。で、今日まだ間に合う感じです。発送今日できると思いますので、明日着で。はい、じゃあワンパックずつ開けてきまして、ベースと RC とインサートと光物と分けておきます。結構ルーキーがなんかポンポン出るときはポンポン出るんで、よいしょ。あ、でシリアルがいきなり来ましたね。まだこれ2箱目なんですけど、さっき3枚出ました。これ49、さっきは499999だったんですよね。減算してるんですね、やっぱり多分。まあ、パニーさんはそんなに増産する方ではないので、経営理念としても。まあ、作ればもっと売れるんでしょうけど。よいしょ。ホビーは増やさないですね。会社によって、だいぶ、違いますね、方針が。倍以上増やして、え、そのケースたちはどこに行ったんですかっていう会社もあればね。よいしょ。こうやって経済ね、世の中の動きに、あ、ガビ君いました。合わせてこう生産数を増減、まあ増減というか、まあ過度な増減はしないで、まあ逆に言うと減らす方ね。でもやっぱりこうね、スポーツカード業界だけじゃ今もう済まなくなっちゃってるから、経済界になっちゃってますから、要はそういう人たちはもう関係なしでもうね、稼げ稼げってもうケツ引っ張ってきますからね、GM の。99ですね。やっぱりシリアル複数枚出ますね。はい。モンタージュですね。まあ、多分、ラス前がインサートでも光ってると、シリアル。それ、モザイクユールと同じかなっていう気はします。はい、ロレンテさんだ。 SP 赤で、お、ペドリのピッチマスターですね。さっき箱で2枚出ましたね。まあでも箱にでもね、20か30人口ぐらいはいるんじゃないかなと思いますし。クルトワさん、ミナーさん、あ、もう一枚いましたね。お、久保くんだ。はい、いいですね。ペドリと久保くんですね。まあ後に行けばレアルとバルサか。まあでも甘くないですよね、一部は。よいしょ。うん、違う、違うっていうのは現物じゃないってこと、レデだっていう。レデでした。ちょっと待ってください。先に青パラデパイさん、99、やっぱ999949っていう出方ですね。でサインです。せーの、よいしょ。ロドリゴ・デ・ポール、あのロドリゴじゃなくてデ・ポールさん、ちょっとわかりませんけど、はい、初めて見ますね。ロドリゴだけだったらあのロドリゴってなるんですけど、はい、ロドリゴ・デ・ポール、はい。
久保くん。さっきもいたのかな。ちょっとわかりません。見落としてた。はい。モザイクシルバーとシルバーですね。やっぱシリアル3、3、1という感じでしょうかね。もうだいぶよろしいんじゃないですかね。去年と比べたら。で、インサートもね、久保くんに、ペドリと。ね。年齢、ペドリのが一つ下ぐらいですかね。どうですかね。はい。ということで、シリアル3に、3位がロドリゴ・デ・ポール。となりました。はい。どのロドリゴさんかちょっとわかりませんけど。チーム名も書いておいてくれるとね。3回押します。1、2、3。の反応ですね。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送いたします。またチャレンジください。ありがとうございました。